新紙幣発行まであと1週間です。渋沢栄一ゆかりの街が盛り上がってます。新元号の下での新しい日本銀行家にふさわしい人物と考えております。20年ぶりの新紙幣発行まであと1週間。1万円札の肖像画には近代日本経済の父と呼ばれる実業家の渋沢栄一、その他津田梅子、北里柴三郎が採用されました。その渋沢栄一ゆかりの地は、いよいよ来る時が来たなという感じです。早くもお祝いムードが高まっています。新紙幣の発行を機に盛り上がる道内の街をもう一掘りします。もう一掘り。道内で唯一新紙幣の見本を見ることができる小樽の金融資料館です。今回の新紙幣で注目されているのが世界初の偽造防止技術です。でこちらはですね、世界初の 3D ホログラムがどういうものなのか確認できるコーナーでして、これが一番人気でございます。新紙幣の発行を前に盛り上がりを見せている街があります。ありました、ありました。渋沢栄一のイラストが描かれた看板です。新1万円札の顔、渋沢栄一の巨大看板が出迎えてくれたのは十勝の清水町です。実は町の誕生に深い関わりがあるんです。こちらが渋沢栄一のコーナーになります。およそ120年前、清水町に酪農と農業を根付かせ町の礎を築いたのが渋沢栄一でした。渋沢栄一らが設立した十勝開墾合資会社の牛舎は100年以上経った今も現役で使われています。こういう人が清水を今の状態にしてくれたんだよっていうのも分かってもらえたらなと思います。清水町では新紙幣発行に向け役場に垂れ幕を設置したり、 T シャツやバッジといった記念グッズを作りました。さらに清水町副町長の山本でございます。町長をはじめ職員の名刺も渋沢栄一使用。これだけではありません。会見などで使うバックボードも渋沢栄一仕様に作り変えちゃいました。いよいよ来る時が来たなってそういう感じです。うちの町にね、本当にゆかりのある方が新紙幣になるということを聞いてですね、これも町を PR する一つのチャンスだと、私も早く見てみたいなと思います。はい。町内の飲食店でも関連商品が続々と登場しています。創業102年の菓子店では、高い温度でちょうどいい感じで押さないと今度焦げちゃうんで、十勝産の小豆をふんだんに使ったあんを熟練の技でふんわりと焼き上げた生地で包んだどら焼き、記念の焼き印を入れ期間限定で販売します。じゃあ渋沢栄一さん、いただきます。生地がふわふわで甘さ控えめでとても美味しいです。これをきっかけにこうもうちょっと清水のことをみんな知ってもらいたいということもあるし、はい、清水町は早くも盛り上がりを見せていますが、はい、新紙幣の発行を心待ちにする人も多いと思うので、いつから入手可能なのか金融機関に聞きました。はい、そうなんです。まず北海道銀行は両替の準備を整えるのに時間がかかるので、新紙幣を指定した引き出しや両替は4日以降ですから発行日の翌日の対応になるということです。それから北洋銀行は発行日3日の開店時刻にはまだ届いていないそうなんですが、準備ができ次第対応するということです。それから北海道信用金庫は5日以降の対応ということです。
部さんはこういう時に早く実物欲しい方ですか、行動に起こす方ですか。起こさずに、起こさずによく金は天下の回り物なんて言いますけれども、いつ誰からどういうシチュエーションで新紙幣が回ってくるのかっていうのをワクワクしながら楽しみにしたいタイプです。それがたまたま ATM で出たっていうのが出ちゃったお年玉もらった時からもらう年じゃないかも、もらう年じゃないですけどね、その人からもらったっていう、そっか、偶然の出会い。そうそうそう、なるほど、そうですよ。あ、それいいですね。初渋沢栄一、渋沢栄一が結んだ絆。なるほど、これどっちかに分かれるか ね、早く欲しい人もいると思いますけども、でその新紙幣発行まで1週間余りなんですが、一刻も早く気分を味わいたい人のためにこんなものがあります。小樽の金融資料館に併設されたミュージアムショップです。こちらではお金をモチーフにしたユニークな商品を販売しています。ショップで一番人気の商品って何ですか。はい、こちらのお札せんべいになります。1000円、5000円、1万円が2枚ずつ入った河原せんべいです。5年前に取材で訪れた時には福沢諭吉など現在のお札の関連グッズが並んでいましたが、すべて新紙幣のグッズに様変わりしています。お客様が遠くから来てこのタオルが目につくので、わーっていう感じでお客様お店の方に来てくださります。インパクトが強いと思いますので、結構手に取ってはいただけます。スタジオにはその新紙幣グッズ用意したんですが、はい、いろいろ作ってるんです ね。ちょっと見てください。やっぱりあれですか ね、一番最初に目につくのはこれ ね、まあ、お顔が描かれてるからフェイスタオルっていうわけじゃないと思うんですけども、フェイスタオルです。ちょうどあの渋沢さんのところでちょっとこう顔拭くのがちょっと恥ずかしくなりますけれども、今治タオル使ってるんで、肌触りも良くて、縦が34センチ横が86センチ結構大きいんでね、枕カバー代わりに使うのもおすすめだそうですよ。で津田梅子さんと、はい、北里柴三郎さんもあるということですけど、はい、で伊藤さんが持っているのがちっちゃいタオル、はい、これハンカチですね、はい、これちょっと見るとデザインが表裏印刷されてて、ちょっと折りたたんで見てもらうと、はい、あ、1万円札そのものに、で裏返すと、はい、っていう感じでよく考えましたね、このデザインはね。これでちょっと顔を拭いて、大富豪気分をぜひ味わってくださいということになりますね。でもやっぱりこういうのって気分上がりますちょっと忍ばせておきたいですね話の、ね、ネタにはちょっともういいかもしれない、ね、誰かに差し出したいです。確かにね、会話してる時にさっと出した時にちょっと汗拭いて、1万円札だってちょっと来週ここのスタジオやりません、こうそこでちょっとふっと共同金なんかで、ちょっと一瞬盛り上がるかもしれませんけれどもね。でも矢部さん、こうやっていろいろとこう、ね、グッズがあるとやっぱ盛り上がってきますかね。そうですね、いや本当に誰から回ってくれるのか僕はそれ楽しみですけどねで他にもですね、いろいろ、まあ、グッズありまして、うん、おせんべい、これ焼き印がされたおせんべいとかおかき、うん、これらの商品は小樽の金融資料館とか、あとはオンラインでも同様の商品購入することができます、はいはい、お札だけにまさにこれでしおりです。あ、これしおり、しおり、金のしおりです。はい、だからこうやって新グッズを出すことで、財布の紐がちょっとは緩くなって、なんか景気の、ね、後押しになっていただければなと思ったりするんですけども、でその新紙幣発行というのが20年ぶりになるんですけれども、その新紙幣が発行されても現在の紙幣は引き続き使えます、はい、当たり前です。で現在の紙幣が使えなくなるといったような詐欺行為には皆さん十分にお気をつけください。もう一掘りでした。